女の人は特に感情で買い物してしまうことが多いと思うんですよね。人を操る心理的法則っていうのを売り手側は多用して、なるべく冷静に買い物をするということですね。心理的戦略を頭に入れておくと冷静に買い物ができるようになるので、まず一つ目と期間限定先着何名様ポイント何倍という言葉に動揺しない、無料だからと言ってでも何でもかんでももらったりしないように気をつけています。で5番目が限定100個とか残りわずか、これはすごく個人的に弱いんですが、これも希少性が高いものほど人は欲しくなるっていう心理を利用した戦略になるので、どうしても残りわずかとか言うと焦ってしまいますし、その時点でもう冷静じゃなくなってるんですよね。冷静じゃない状況で買い物をすると判断が鈍ってしまうので、以上のことは気をつけています。Thank you.